にちは、渋谷ひろこです。ひろです。今日は水についてお話ししたいと思います。水というと人間の体ももちろん地球も、ね、水の惑星って言われるだけあって、水に覆われているわけですよね。実際水ってもいろいろありますよね。海の水だったり、川、流れる川の水で、あとは池もそうですし、そうですね、もう水っていうと、もう幅を広げたら見えない存在のものも、霧だったり、霧はまあちょっと見えますかね、だって雲だったり、そうですね、こうやって漂ってる水、これは私たちが生きていく上でもう欠かせないし、とってもどれも大切なものですよね。そこで同じ水の、大切な水であっても良い水と、なんか悪くなっていってしまう水、それがどんな違いがあるのかなって思ったことはあなたもありませんか？そういったね、お水をどんな水かっていうことを知りたいって言って研究を重ねている方がたくさんいて、その中で水を凍らせてみて、凍らせる中で形になりますよね。それを顕微鏡で見て、こう形を見るという、そういった方法が、ね、ありまして、そういった、ね、水というものを結晶をにして写真を撮ることで、その変わり、結晶の変わり方、あり方でね、いろいろ良い水、悪くなっちゃった水っていうのがね、明確に出るようになりました。でこのね、水のことについて江本勝さんっていう方がですね、私はもう10代の時にある本に出会って、水の結晶っていう、水は答えを知っているっていう本にね、たまたま本屋さんでなんかすごく目について、それを開いた途端、不思議と私の感覚はやっぱりみたいな、こうやって思ってたことがこう形にちゃんとなるんだ、すごいって感動したんですよね。そのことがですね、きっかけで私は自分の体はほとんど水でできているので、自分の思いや意識、感じるものが体に影響を起こさないわけがないということをですね、そう証明してくれたものなんですよね。とっても素晴らしい方で、私5年前にね、もう亡くなられになられてるんですけども、それまでは海外の何十カ国の子どもたちにもそういったことを伝えに行って、自分自身の体は病気だって、どんなことだって自分の体の思いや気持ちでこんな風に水は変わるんだから治るんだよとか、大丈夫だよっていうことを伝えてきた方なんですよね。とっても大好きな方ですし、私も国際波動インストラクターという形ですね、江本勝さん認定のね、資格を取らせていただいてですね、もう多くの人にこう、なんていうんですかね、頭だけじゃなくて実際の本当にそういうものを目にして感じるものだったり、日々やることよりも思いが大事ってことをね、伝えていきたいなと思って、今すごくね、そういう活動をしているんですけども、ちょうどねこの動画でですね、子どもさんから誰でも分かる明確なねものをね、ちょっとねお伝えしたいなと思ったんですよね。ちょうどね、写真、お 水を凍らせて結晶にして写真を撮った、そういったものがねあるので、ちょっと見てもらいたいなと思って、今そうですね持ってきてるんですけども、例えばそうですね、今持ってるの、私がねこの間音楽会、子どもの音楽会があって、音に対してすごくね、何かこう音にはすごいメッセージがあるなとか、頭では理解できないけれども体で反応するものがすごいなとかってすごく思ってるんですけども、これからもまだまだ音に対してね、人間の体だったり、何かこうすごく何かヒントになるものではないかなと思ってるんですけど、
で、ちょうどね、その水に音をね、聞かせたっていうものがありまして、ちょっと結晶を見てもらえたらなと思います。音、例えばですね、音にベートーベンの、これね、ベートーベンなんですけど、の曲を流したら、すごく綺麗な形になるんですよね。素晴らしい。こういったもので波動というものも確認できちゃうんですよね。で、色はちょっとね、その時の撮り方だったりっていうことがあるようで、それぞれ同じように聞かせても違うんですよね。で、バッハ、私も好きなんですけど、バイオリンの音色を聞かすと、なんと不思議にちょっと形が違うんですけども、このようにね、広がっていくような形、白鳥の湖、白鳥のようにかなりシンプルな形という、こういうように、あの結晶をね、いろいろ見てみると、水にはね、ユーモアや記憶するものがあるんじゃないかなっていうのをね、感じさせてくれちゃうものがあるんですよ。水に対して今度は文字を見させるんです。文字というのはね、あの水の入れ物にありがとうとか絵とかを見せておいて、その水を凍らせて結晶にして写真を撮ってみると、そうするとですね、例えばここにね、こういった水を入れてありがとうというものに入れた時の凍らせた感じが、何かこう不思議ですよね。よく見えますかね。ちょっと光っちゃってますけど、なんか六角形、そして真ん中に丸、なんか中心な感じですよね。逆にバカ野郎、バカ野郎、なんと同じ水でもこのように崩れたような形になっちゃうんですよね。一応こちらはありがとうとかバカ野郎のお水を見せて一晩置いて結晶を凍らせてみたっていうものになるんですけども、このように同じ水であっても、温かなありがとうバカ野郎も温かいものだったら、言葉の言霊といってエネルギーがあるなってことがもうはっきり分かるんです。それが自分の体に起きてるかと思うと、どうかっていうことは、なかなかね、自分の体の中の水の状態は分からないですけれども、同じように体も反応してるってことが分かるというか、ありえますよね。でね、よく言うこの頑張ってしようねって、なんかしようねっていう形で何かをするときに言った場合、何かこうね、綺麗な形になるんですけど、しなさいって言った途端、このように水が同じ水でも崩れた形、これが相手に伝わるということなんですよね。もうちょっと見せますね。綺麗だよって言ったら、なんか美しいですよね。ここにも六角形があるんですけど、ちょっとね、最近私今六角形っていうのにちょっとね、こう6っていう数字にメッセージが多くて、ちょっといろいろ自分なりにですね、ちょっとこう追求したいことがあって今やってるので、また6のちょっとかなり魔法的、秘密的な何かね、大きなものを感じるので、ちょっとまとめたらまたシェアしたいと思います。で、バカ、あ、そうですね、汚い汚い汚いって言った時の水がね、このようにキャッチしちゃうということなんですよ。言葉ってすごいですよね。もちろんそこにね、感情が入り方によってはもっと変化してくるものだと思うんですよね。ね、まあちょっとこう平和っていうと細かいんですよね。平和はなんでこんなに細かく繊細な形なんですよね。で、戦争となるとちょっと見にくいですね。もう崩れちゃうんですよね。戦争といった時点でいい印象、もちろんね、戦争って言ってやったと思うような感情が入ってこないっていうのもあると思うんですけど、あとね、今度水に写真を見せたそんな感じ、全部こういう感じですね。ちょっと反対になっちゃうんですけど、イルカさんの上にね、水を置いてみたんです。そうするとどうなるか、じゃん、わー、すごいすごいですよね。何かこう真ん中にイルカたちが集まってる、泳いでるように、不
思議ですよね。綺麗なんですよね、とにかくね。同じように見せてもね、ゾウさん面白いですね。ゾウさんの絵を見せたらね、ほらゾウさんの鼻みたいなのができる。ユーモアですよね。もう一つはね、私ちょっとこれ感動したんですけど、ハートのマークを見せた。そうするとハートの結晶ができるんですよ。こういったことからすると本当に水って何か一つ一つに意思があるんじゃないかと思わせたり、水がちゃんとそれを記憶して形に変えるということにも言えるんですよね。そうすると私たちはありがたいことに、もちろん全てこの地球もそうですし、見えないものもね、水上としてね、この中に空間にいっぱいあるんですけども、思いや言葉は形になり記憶してくれて、いいようにも悪いようにもなれる。すごい希望ありますよね。ここを私はこう、まあ私の場合はちょっともう苦しい苦しいの走ることがね長かったんですけど、その中でねこういったことを取り入れてたんですよね、うん、苦しい時に無理やりでもこう楽しい映像を見たり、楽しい風景を見たり、先の明るい感情を先取りしたすると体の中に疲れが全然変わってくるっていうことをもうはっきりこう自分の体感でもう書き留めてましたし、それがこういった水で証明したというかですね、こう現象とした表面的にねはっきりこう出てるっていうことをね、やっぱり後からもどんどん知って、やっぱすごい可能性があるなっていうことと、自分の思いや感情を人ではなく周りではなく自分がどうなりたいかに応じて選択ができるし決められるっていうこと、希望があります。特に私がこれを見た時に一番こうピンときたのがですね、長年ずっとこう諦めたことも何度もあったんですけど、治らない病気や精神的なもの、痛み、そういったことで夢を諦めてしまったり、やれない、やれることができなかったりと思ってしまうような現象が、もしかしたら、いやできると思ってるんですけども、薬だけに、薬も大事ですけども、薬に頼らなくちゃとか、お医者さんに頼らなくちゃとか、誰かに治してもらわなきゃ治らないという不安を恐怖をずっと持ち続けることなく、自分で変えることができる、そういったね奇跡的なことを実践しました。はい、それもまたねおいおいシェアというかお伝えしてきたらいいなと思います。今見てるあなたがなんとなくではなくて本当に自分のものとしてね捉えてもらえるようなこうお伝えをしていけたらいいなって思ってます。もうこういう話をしてると自分がねテンション上がっちゃってもうワクワクしちゃうので、はい、でね、ちょうど知り合い知ってる方がね学校でよくやってる、これ学校でもやってほしいなと思ったんですけど、ありがとうバカロのご飯ですね、お米を同じように置いたらもう全然こんなに変わるよっていうことで、食べるものにも感謝して食べていくっていうね、昔からのね大事にしてたことをねもう一度改めてね、そのそういった目線を高く見るよりは基本的なこの目の前のことをね捉えていくだけで変わっていければいいなと思います。はい、今日もありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。ありがとうございます。